紐解いてみると、だから私はここから先ちょっと小学生の英語教育の話になるんですけれども、まあ、100、200歩ぐらい譲って英語教育はやめてですね、じゃあ古文のね、逆にその私はその英語教育やるぐらいだったら国語の時間を増やせばいいと思ってるんですけども、むしろじゃあそうじゃなくてその英語に時間を逆に古文とか漢文文語帳で学ばした方がいいんじゃないですか、どうですかね。で、日本の英語教育に関しては国民の8割以上は賛成なんですよ。すなわち小学校から英語をやるっていうことはね、それはね、自分たちが喋れないからね、自分たちが喋れないのは小学校からしないからだって自分のそのせいにしてるわけ。ところがね、国民に政府はちゃんと正しい真理を教えてないわけ。日本人っていうのは英語に関して世界一無能だっていうことをね、これを国民に知らせてないわけね。日本人はどう頑張っても英語ペラペラには特殊な環境にいる人、あるいは特殊な能力になる人がならないんですね、あまりにも日本語と英語が離れすぎていてね。したがってね、それをところがね、英語に例えばね、5、6年前のTOEFLの結果見たら、日本はアジア30カ国中ビリから2番目29位なんですよ。いや、いいじゃないですか、ね、ちなみにビリは北朝鮮なんです北朝鮮とビリ争いで、この程度の国だけね、そういいことなんじゃないですか、本当にいいことなんですか。ところがね、ノーベル賞になると日本は明治あじゃあ2000年以降のノーベル賞、ノーベル賞って言ったら自然科学だけですからね、要するに経済学賞っていうのは偏見だらけね、それから文学賞は偏見のみね、平和賞はお笑い、ね、だからね、ノーベル賞って3つだけ、物理学賞、科学賞と医学生理学賞ね、3つだけなんですよ。これで日本はもう20何名、アメリカについて世界第2位なんですよ。そういう独創性だとか工夫力、これについて日本人は天才的な能力が高い。英語に関して無能なんですよ、やっても無駄、だからそんなことに時間費やさないで、しかもね、5年以内に必ずスマホに自動翻訳ついちゃうんですから、ポンと置いたらね、英語がポンと出てくる、こっちが中国が出てくるとね、語学なんかに時間費やすのもったいないんですね。でね、そういうとね、英語の先生はだけど英語を知ってればね、いろんなコミュニケーション人間とできると。それは僕もね、英語うまかったからアメリカで女の子さんざん騙したからだけどね、今でもクリスマス会に来ますよ、まあみんな60代だから女房文句言わない、ね、昔はピチピチギャルだったけどね、金髪のね。だけどね、確かにあるけども、そんなことよりももっとね、それは英語もそういう点いい点はあるんですよ。でもそれはね、バイオリンもピアノもリズム体操もソロ版も何でもみんないいことなんですよね。でも全部やってたらその子はダメになっちゃうわけね。要するにね、教えるべきことっていうのはね、いいことが山ほどあるわけ。それで文部省とか国会議員とかみんな学者が分かってないのは、いいことを教えるのが教育じゃないわけ、いいことが山ほどある中からどれを選ぶかって、この見識が一番重要なんですよ、選択するのね。で、そうすると英語なんていうのは小学校の中では10番以下になっちゃうわけね、そしたらナンバーワンが圧倒的に国語になるわけ。だから私は30年前から初等教育は1に国語、2に国語、3しかなくて5に算数、あとは10以下って言ってね、英語は50番目ぐらいなんでね。だから英語はいいことなんですよ。だから早いうちにやった方が発音が良くなるかもしれないし、耳も慣れるかもしれない。しかしもっといいことが山だ、特に国語ですね。もう小学校は国語で塗りつぶして徹底的に日本人を作って、情緒を作って、卑怯なことをさせない、名誉を重んずると、まあこういうことをね教える、これが一番大切なんです、ね、いや私も全く同じ考えでありまして、まあ私も小学校1年から4年まで、まあ、西ドイツにおりまして、そのドイツ語もやってたもんですから多少英語できるんですけども、英語をもうとにかく英語漬けになってやればやるほど日本語と英語の言語構造が全く違うんで、なんか英語にどっぷり浸かれば浸かるほどなんか日本語が変になっていく自分があるんです。だから特殊な才能あるその同時通訳できる人っていうのは多分2つ、だから頭の中に日本語の脳と英語の脳が2つあって、それをうまく切り替えできるんですけど、普通の一般の人はですね、1つの脳ですから どっちかをやりすぎるとどっちかの能力がおかしくなって、だんだん日本語が変になって日本的な発想ができない、情緒不安定な
なんか中途半端な人間になりかかるというのをですね、やればやるほどですよ。だから あんまりやりすぎない程度に英語をね、英語ドイツ語をやるっていうことを。東大のね、中根義雄先生って有名な英文学者はね、日本人はね、英語ができればできるほど軽薄になるって言ってるね。それでね、東大の教授選ね、英文科の教授選の時にね、ある学者候補に上がったんで、したら中野先生がね、この学者は英語が下手、英語を喋るのは下手だから学問の方が良さそうだって、そういったらしいですよね。いや、もうイギリスのサマーセット・モームっていう作家のね、本が好きで読んでて、中野義雄さんの、はい、翻訳して書いたやつとモームのやつと中野さんの方が直で要するに翻訳者の方がそうですなんかそういうのたまりあるみたいですね。だから原文よりも翻訳した志村さんとか中野先生の役の方が良かったりするとかみたいな、ね、それはもうね、例えば宝塚だってね、すみれの花咲く頃ってあるでしょ、あれでドイツの原詩読むと全くくだらないよね。あれやね、森外のね、あれ一番の大作、あれだってね、アンデルセンのもともとの、はい、あれ読むとね、全くの三文小説ね、それを森外が翻訳するとものすごい文学になっちゃうわけね。要するに日本っていうのは、例えば岩谷徳子さんがフランスのシャンソンだって、はいはい、元のフランス語を見るとね、なんで食ったらねえなと、はるかにいいもんにね、日本人ってのはそういう能力ありますよね。いや本当にだから英語を小学生さっきの即興詩人だ、即興詩人ですか英語をね、小学生にやる時間があったら、まあ国語をしっかりやると。で、私がまあちょっと数年前ですけども、自民党の、まあ、英語のプロジェクトチームで、あなたの言うのは極論だと言って、みんなから白い目で見られ、言われ、白い目で見られたんですけども、私大学受験も文系はもうとにかく国語が必修、理系は数学が必修、英語はですね、英文科とか英語学科を受ける人は必修で、まあ極端な話、選択科目でもいいんじゃないかなって言ったら、何を言うんですかみたいに言われたんですけど、私国語をとにかくしっかりやると。で、できればその明治の文学作品も読むためには古文、文語もですね、しっかりやると。まあ、今の中国あんまり好きじゃありませんけど、漢文もある程度やるとですね、あれも、まあ、ある意味古文の延長みたいなところありますので、やっぱまずはそこの基礎学力をしっかりした上で、まあ、ツールとしてまあ英語を使って表現したり、あるいは英語で書いたりことを理解しながら、やっぱ日本人は日本のこの風土の中で生きてるわけですから、情緒とか先ほど先生おっしゃったと思いますが、即韻の情とかっていうのは、これはもう国語で理解し表現し、実生活で体現するしかないと思うんですが、どうでしょうか。やっぱね、日本人が英語にひざまずいてるのはやっぱりコンプレックスなんですね、うん、この明治の頃から培われてきたね、なんか白人に対するね、特に英米に対するね、だからね、これはね、なかなか直すの大変ですよ。で、私だって戦後のね、ジープで GI が来てね、チューインガム、チューインガムとか言った口ですからね。あ、そうなんですか。そしたらね、ある日ね、元尾ちゃんっていうこのね、お母さんが来てね、その女皇子の英文化出た人がね、ジアを呼びつけるんですよ。ちょっと来なさいって言ってね、うん、あなたはアメリカの、あとでそう言ったって聞いたんですけどね、うん、アメリカでも子供たちにチューインガムを放り投げてあげますかって聞いたらしいんですね、うん、そしたら黙って行っちゃったって言うんですね、うん、でね、それを父に言ったら、父と母に言ったらね、いやー、おばさんは偉い人だと、うん、占領軍の人にって撃ち殺されて当たり前に、うん、人にこういうことを言ったって言ってね、うん、で、その人の息子っていうのは大蔵省入ってね、経済なんとか機構のトップになって総裁になった人だけどね、草壁って言うんだけどね、そういうね、人がいましてね、要するにね、私もね、そういうところに座ったから、アメリカに対するコンプレックスありまして、うん、でね、アメリカに行ってね、バカな学生何年も教えてね、やっとね、
バカだらけだって分かったからね。女の子いっぱいガールフレンドで持ってまくったから、いやいや日本じゃ全然相手にされなかったんだけどね。つまずいて転んでも誰も気づかないようにね。だからね、コンプレックスなんか、で、イギリスの大学でも教えてね、大体分かってるからね。トップのケンブリッジでどのくらいだって分かってるからね。どう、要するに日本はもっと自信を持ってね、日本が昔から持ってるっていうものが本当にすごい。特にこれからの混迷の世界を救うにはもう日本以外ないんです ね、 そうですね。他の国がもうどう頑張ってて、アジア、アフリカは全く無理だしね、中国は論外だし、で欧米はもう300年間ああやって瞑想してるわけで、論理合理でね、要するに、ね、論理合理によってできた科学革命と産業革命があまりにもスペクタキュラーだったんです ね、 そうですね。したがってあれにさえ頼ってれば人類は発展すると思っちゃって、それがそうじゃないっていうのがやっと今度なると分かってきましてね、今こそね、日本人のね、その日本的なるもの、こういうもののあれを世界に教えていかなきゃいけない、ね、いやもう藤原先生おっしゃるように、私も昨年ある若手の自民党国会議員の、まあ、グループがあるんですけど、そこ の、まあ、関東言というかパンフレットの方にも、一言書いたんですけども、先ほども申し上げたかもしれませんが、今こ そ、 その借り物の外からね来た怪しいインチキなグローバルスタンダードじゃなくて、日本人が忘れている、本当に良き日本的なものを国際標準として物差しとして、それを世界にこう普及してですね、世界の平和だとか環境問題とか教育問題、格差是正、貧困問題、あるいはその病気を治すとかですね、そういうなんていうんですかね、なんかこうもう行き過ぎた物質文明からですね、もうちょっとこう精神文明っていうんですかね、もうそういうこうどうすれば人間が健康で豊かで、な生活を送れるのかっていうことをですね、まあ、日本人がこう問題提起をして、それを世界の皆さんが採用して納得してもらうって、そういう中こう役割がある。要するに例えば今中国はめちゃくちゃな人権虐待やってますよね、あれに対して日本一言も言えないですよ、私はアメリカの悪口ばっかか国家の品格とも書いてきましたけど、今こそねアメリカについて徹底的に中国を締め上げなきゃいけないといけないです ね、 そうですね。これをねしないでね、うまく間に入って中を取り持とうとか、うまくね漁夫の利で儲けようとかね、こういう考えでしょ、本当にね恥ずかしいね、日本民族として恥ずかしいねいうことを言ってますよね。でこの言うことを聞くね政府ね、本当にねどうしようもないと。ただね野党はもっともどうしようもないからね、だからね本当にね木内さん早く首相に、いやいや、まあ、やってくださいよ、まあ、私も今のどこ見てもどうしようもないから、まあ私もどこぞの国のブラックリスト載ってるでしょうからまあとにかく私も頑張りますが、もう一つですね、まあ、英語教育の話はもう置いときましてですね、まあ、その皇室のですね、まあ、ちょっとこれ大変申し上げにくいんですけれども、なんかこう女性宮家だとか女系だとかですね、でその価値基準がですね別にいいんじゃないとかね、男女共同参画だからとか、なんか憲法だとかですね、その日本のこの連綿とこう続いているですね、何千年もこう古くからこう続いていることにですね、現代のこの価値基準を当てはめたり、じゃあそれローマ法は別に女性でもいいんですかみたいなね、話ですけれども、本当にもうどれもこれもなんかコメントする気にならないですよ。例えばね、17世紀の末にね、長崎の出島に来たね、あるドイツ人の医者がいるんですよ。その人がね、2年間いただけですけど、その通訳は今村なんとかっていう人、めちゃくちゃ頭のいい人でね、その人がいろんな日本のことを教えたんですね、書物を与えて。そしてね、江戸まで来て五代将軍綱吉に2度も会ってるんですよ。で国に帰ってからね、日本史っていう本を書いたんですね、はいはい、でそれ以降ね、1700年代1800年代に来た欧米の人たちは全員がその本を読んで、シーボルトもね、それから関東だとかね、ああいう哲学者たちもみんな読んでるんですよ、ゲーテとかね。日本についての本が何もなかったから、それで彼らその中でね何て言ってるかというと、天皇はこの
日本のね、その権威の中心であると、権力の中心が幕府であると、日本というのは権力と権威が完全に分離されていると、これによって平和が保てるというと、で彼 の, そのドイツ の, その医者の育った1650年ぐらいっていうのはドイツが30年戦争で殺し合いやってたね、ヨーロッパは殺し合いだらけの野蛮な国でしたからね。それでそこから見てね、日本は向こうはね王様だとか君主だとか法王だとかみんな入り混じって、なるほど、戊辰戦争だったら薩長が悪いんですよね、東北の方が正しかったね、しかし天皇、孔明天皇を手に入れたら薩長の勝ち、天皇を手に入れたらもう誰も反抗できないんですね。226事件だってね、天皇神聖って言ったから陸軍がもうね成敗できなくなっちゃったわけ、3、400人相手にやろうと思ったら30分でできちゃうのね、できなかった、天皇神聖って言った。それでね、天皇陛下ご自身が昭和天皇はね、じゃあ俺のこの親衛隊というかね、近衛兵ですね、近衛兵を連れて成敗すると、こういったもんですぐにやって、あっという間に鎮圧ですね、戦争の後、第二次大戦の後だってね、日本はまた200何十万の陸軍を手つかずですよ、本土決戦に備えてたから、ところがね、彼らはの中にも陸軍の中にもね、最後の戦い挑もうっていういっぱいいたんですよ、多数派です。ところが天皇陛下は武器を置けと、耐え難きを耐え忍び難きをしようね、これでみんな武器を置いちゃったんですよね、でマッカーサーが来てね、日本中がねパルチザンが始まってね、えらい損害が出ると、何万人のアメリカ人が死ぬと計算してたんですね、ところがね、石一つ投げるやつがいないんですね。そうですね、天皇陛下は武器を置きなさいとはもうおしまいで、ね、昭和21年になって行幸を始めたんですよ。そしたらね、彼は一番心配したのはムッソリーニのようにリンチされて殺されるんじゃないかと、天皇陛下がね戦争を導いて負けたと、これを荒廃させたと、ところが百姓たちがみんなあぜ道に土下座して泣いてるって言うんですね、でこれを見てね、天皇陛下をこの処刑したら絶対いけないんだと、天皇陛下を利用して統治する以外に置かないんだと、その時に決めたと言われてるんですね。要するに天皇陛下っていうのはその確固不動の核なんですね。これにね手をつける話ね、そのさっき言った女系だとかね、なんとかね、これをよほどよほどよほどね、いや本当ですね、もうね、例えばね、天皇陛下は毎朝ね1時間イワシの頭に念仏唱えてると、そしたらね、これから1000年後も2000年後もそれをしなきゃいけないんです ね、 そうですね、全くの無意味な話でもしなきゃいけないんですね。これがね伝統なんですね。私ね、ケンブリッジ大学で教えてる時ね、こういうあれしたら、ね、ディナーの時に、ね、前にノーベル賞を取ったやつがいたわけね、そいつがね、我々白鳥食ってたのね、であそこはね階級社会ですから、学生はチキンでしたけど、我々白鳥食ってた、そしてね、まさしくこの白鳥ね、誰のものか知ってるかってね、取ったやつのもんでしょって言ったら、ノーノーってね、ロイヤルファミリーのもんだと、要するに王室のもんだと、だから白鳥を食べる、取って食べるだけは必ず王室の許可をいるんだと、そんなバカなこと誰が決めたんだったらね、1150年でねマグナカルタが1115年でマグナカルタの前に決まってるんだったね、そんなバカなことをいまだにね王室のもんってなってるわけ、しかもそのノーベル賞を取ったやつはね、自慢げに誇らしく言うわけ、要するにそういう古いねナンセンスな法律、それでもそれをまだいまだに踏襲してるっていうことが誇りなわけ。いやそうですよね、だから日本人もそういう意味で天皇陛下 の、 このそういうことに関することをね、もう徹底的にねしないと、憲法どころの話で、憲法なんてアメリカが 1、2 週間ででっち上げたら白漏れで何の関係もない話で、2000年間のね伝統のもんですから、いや私はだから今 の、 そのもしかしたら100年後にあるいはもう10年後に変わるかもしれない変なくだらない尺度でね評価で決めるんじゃなくてそんなことしたら大変ですよ、伝統は全部ね全部だからもう何でもありになっちゃいますと、人を殺してもいい自由とかね、なんかもうまあむちゃくちゃですよね。それはね19世紀初めのねエドモンド・バークっていうね、イギリスの保守の理論家の、その人もね、それから福沢諭吉も、ね、同じこと言ってますよ。要するに伝統的に昔からあるものを変えようとする場合には、いくらその変えるものがね良いものであっても、よく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 、年月をかけて考えて、そしてやっとしろと、こっちの方がいいからさっと変えちゃ絶対いけないんだと、何かいいことがあるんだからね、そういう、いややっぱりこう、
やっぱりそう言ってますよ。だからそれをいいじゃんこっちを右と左変えた方が楽だからとかってなんかそういうものじゃないと思うんですよ。だからそこでもねやっぱり論理合理はダメなんですよ。論理合理をやったらもうね伝統もクソもないですよ。よくよく日本のようなね、それはねオーストラリアニュージーランドやアメリカが変えるのはいいですよ、勝手に変えろですよ、日本みたいな2000年の伝統になる国はねよほどよほどよほどのことじゃないという限り全く変えちゃいけないんですね。どんなに理不尽なことでもですね、これをね肝に銘じないともうなんか新しい考えてくるとすぐホイホイホイってなってもう天皇家なんて吹っ飛んじゃいますよ、はい。あとあの最後にそうあの教養の話ですけれども、あの今デジタルでいろんな知識がどんどん入ってくるって話を先ほど前回もしましたけれども、あの私がこう昔から言ってるのはこの断片的な知識だけではなくて、それを知識をその、まあ、教養としてこの知性としてですね、知性までこう熟成させると、で知性があればこうある程度このさあの感性っていうんですか、こう古本屋に行ったらあなんかこの本読んどいた方がいいかなとかですね、まあ、それで外れたりすることもあるんですけど当たることが多かったりとかですね、今のデジタルだとこううわーっとこうどうでもいいもっともらしい知識がこう一方的に例えばテレビもそうですしインターネットも入ってくるんですけども、もうむしろ逆にこれあの逆説的ですけど、そういうのをある程度シャットアウトして自然に野山に行ってこう自然と対話をしたりですね、この地球とは何か宇宙とは何か自然とは何かっていうふうにしておかないと精神が不健全になってくるような気がするんです。いかがでしょうかね、美的センスとか美とかもそういうもの。一頃まではとにかく情報ですよ、やっぱ情報がなかったからね。しかし今はねあっという間にこの10年間で情報はもう大洪水状態なんですね。情報に世界中の人々が溺れてるんですよ。でこの中でね何が重要かっていうのはね情報の選択なんですよ。選択です、ね、選択。情報を得ることは重要じゃないんですね。それはビジネスの上ではそれに関する情報必要ですよ。一般の人々にとって情報を得ることよりも情報を選択することが一番、これはねベルレーヌっていうフランスの詩人がね、いい詩を書くにあたら何が一番重要かってね、まずいいアイデアを持つこと、そしていくつかのいいアイデアの中から最もいいものを選択すること、この2つだと。そしたらその誰かはね、その2つどちらがより重要ですかって聞いたら、もちろん選択する力、要するに良いアイデアを出すのは大したことない、誰でもいいけど、しかしどれが良いか選択するのが一番重要なんだと。これはねすごく重要な、例えばね今 AI って言ってね、あのコンピューターができれば何でもできると思うけど、例えば今だってね AI に俳句作らせたら5分間で1万ぐらい作っちゃいますよ。それでみんなねある程度俳句になってるんですよ。なるほど。しかしコンピューターにその5万の中からどれが一番いいか選ばせようとしたら選びようがないんですね。あ、なるほど。これには情緒が必要なんですね。情緒。だからそういうね選択する能力がこれから一番重要で、そのためには教養なんかが必要なんですね、うん。でそれによって対極感とか直感力とかそういうものがついてきますから、だからこれなしにこれからの世界をちゃんと生きることはできないんですね。いくら情報を得たってね、だ情報を得たとほとんどクズ情報ですよ、はい。1365年にねケンブリッジ郡のねグランチェスターっていう町で、ね、この家の娘が浮気したなんて聞いたってしょうがないでしょ、ね、あるいはね1978年のねグランチェスターで丸太投げ競争ってあるんですよ、そこで誰が優勝したかってねインターネットに出てるけど意味ない情報 ね。私がねあの都立西高を受けた時ね、受験番号1番だったんです、無意味ね。あの試験の結果はビリでしたけどね、一番最後で入ったんだけど、ですか、うん、受験番号はね1番が絶対落っこちるってジンクスがあったら朝早く行って1番取ってちゃんとビリで入ったからね僕藤原ハッテの1番で合格者の名前出てきたらみんな万歳って、ね、みんな俺たち入ったっつってまあ それだってね無意味な情報ねどっかに出てるけど、要するにねほとんどは無意味な情報なんですよ。だから有意義な情報、これを選ぶのが情緒であり教養であり直感なんですね。そのためにはやはりちゃんと本を読んで、はい、自然、今ねおっしゃったように自然の中に出て、自然の中に出るとそこに動物や植物の精子があります、はいはい、これは物直れの基本ですよ。日本の情緒の中心にあるのは物直れですからね。だからこういうものを得るっていうことが一番重要なんですね、はい。英語どころやデジタルどころの騒ぎじゃないんですね。はい。
すいません、今日は長時間にわたりまして いやいやありがとうございました。またこれからも我々をちょっとこう顔して、はい、ご指導いただきましてですね、私も美しい顔を見せておきます。ありがとうございます。美しい顔をします。セクシーなフェロモン大魔王と昔やりました。どうも今日はありがとうございました、はい、どうも、はい。